ぱりこう今夢がつまらないじゃん。コンプライアンスとかいろんなのに縛られすぎて、いろんなことにあれダメこれダメね、そんなんで映画作れるわけないじゃん。もっと言ったらさ、怒られちゃうかもしれないけどさ、映倫だってさ、日本映画をさ、ワンカットで例えばこうパッとバーッと頭投げたんだ、あれこれカットしてっていう、韓国映画おのでは廊下でワンカットで10人ぐらいぶった切ってんじゃん。あれはいいのか。そうやってさ、なんか締め付けが多すぎて、海外のはいいけど国内のダメって、どんどんさ、なんかこういろいろつまんない方、つまんない方にこう行くっていうかさ、東映がさ、ヤクザ映画撤退って言ってからヤクザ映画作ってきたのは VJ だけだし、なんかみんなさ、なんかこう、まあコンプライアンスの中にもういろんなものが入ってきてて、今反社だなんだかんだって、昔のコンプライアンス最初にできたこの言葉がみんな言い始めた時、ほんのちっちゃいことだったよ。でそれがパワハラ、セクハラ、モラハラ、どんどんいろいろ出てきた、全部ひっくるめてさ、もう台本見てみ、今コンプライアンスの説明永遠書いてあんねん。血の量は、適度に高いで、あの車に乗る際はシートベルト、俺ヤクザの親分がシートベルト小座席にして、お前反社の映画作品作れいいじゃんよ、反社でも交通ルール守りましょうってことってコメディにしかなんねえだろ。ねえ、ちょっとヤクザ車だからお前の方止めてさ、もうビーって、何って言って、あ、シートベルトしてますね、あちらどうぞ、アホかお前。そういうのが嫌で、もう本当コンプライアンスって何って、こんなことはやっぱりやればできるんだっていうことを、やっぱりこの映画も見てもらったから分かると思うんだけど、熱量っていうのがやっぱあるでしょ。これが非現実の中に見てる人を巻き込んでいくエネルギーだと思うわけ。なるほど。お涙ちょうだい映画ばっかりしかねえから、今見てみ、映画見に行ってよく、もうハリウッドとか韓国映画とかさ、マジですげえバーッよく出てきて、匂いが来ると、お涙ちょうだい、お涙ちょうだい、お涙ちょうだい、でまた洋画に戻ると、あの3本何だったんだろうと思うわけ。ジャンルとしてはなきゃいけないジャンルだけど、ばっかじゃん、ジャンルが全然ないじゃん。その中に日本映画にこれならどうだっていうのをね、何人か知らないプロデューサー見に来てくれてやっていいんだこんなことって言ってた。 やりたいと思ってもできねえじゃん、大手これはで、そのなんでやろうかっていうのは簡単、さっき話が出たように25年前のスコアで一回旋風を巻き起こしたつもりではいたけど、興行的には負けた。あの悔しさをずっと俺はもうまだ結果出てないし、ずっと俺の中にくすぶってて、これの定義をつけなきゃいけない、60っていう数字で、61の時には全く違う自分でそういう思いをね、ずっと背負ってきたから、下ろしていきたい。だからもうリベンジャーズ、蹴りをつけてやるっていうのはスコアの蹴りつけてやるって感じ。あの時だって勢いでこれいけんじゃねえかみたいにムーブメントになっても、やっぱりなかなか劇場に人が来ないし、まああれすげえドンパチだったから、もうサンダンスでもなんか最後、塚本さんの何だろう、鉄道かなんか通貨なんかと2つ残って、朝一に審査員がスコア見て、ガン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 耳鳴りをずっとしてたって朝一見る映画じゃねえよって言って負けたよ。でもそういうのがあったから、今この60の数字で今じゃねえの、切りよくいくなら、でもう一回スコアの時みたいにああいう熱量を呼び起こせる力が俺にまだあるのか、果たしてアクションやる時でも体が動くのか、壊れたならこれで最後でもいいやみたいな感じで、もまあ体の部分は全然楽勝だったし、俺あと1週間できるっつったら、スタッフ嫌だっつったら、それぐらい体力があるし、でみんなの熱量が合わさって、この一つの群衆劇だと思ってるから、スカもそうだったじゃん。でそこの中でもう一回この熱量が、奇跡が生まれたんだから、蹴りをつける準備ができたんだね。
あとは劇場のお客さんがどれだけ来てくれる、見てくれたら広がると思う、うん、まず見ないが今それが映画離れしてる客を呼び戻そうとしてないじゃん日本映画が。なんか洋画は入る、もうせいぜいさアニメは入るよね、セランダーボイがすげえっていうし、スズメの戸締まりとか今度ジブリが来る、この辺は来るけど実写がほぼダメじゃん。それでいいの、こういうジャンルもなきゃダメだし、ヤクザ映画だったっていいじゃん。その中のいろんなジャンルがある中に泣ける映画があるのはいい。何かで当たると、昔からそう、何か当たると見え慣れて全部同じを作り始めるからね、ホラー映画当たるぜ、ホラーだし。もうそれがね、昔から日本映画って本当、まあ言葉は悪いけど頭悪いよね。アジア映画としてやっぱり今先に、日本公開の先に世界を渡って5カ国の映画祭にも行って、三大映画祭も2つスペイン、ポルトガルは決まって、残すはブルッセルだけだけど、ポルトガル映画祭は日本映画だけじゃなくてポルトガル映画祭初の3部門のノミネート。外国の方が昔日本映画、例えば人間戦いも扱ったじゃん、もうなんかこう全員のエネルギーがすごくて、ああいうなんかこう刺激されるような映画が今ない中で、ハリウッドだって今もセーフティーすげえうるせえじゃん今。もう空砲、俺ら使ってる海外行く時に空砲でな実弾なんか出てきたことねえよって思うんだけど、ああいう事故があまりにも多いからもうみんなエアガンになってんだよね今。向こうはいいよエアガンでもさ、この薬局全部 CG で書き上がるから予算あるから。だからやっぱりそういうセーフティー、向こうも役者も吹き替えスタント、まあ当然じゃん、それ昔からだけど全部吹き替えなしにこんなことやってるんだって。アジアの片隅に、まだもう日本だからアジアの片隅にある、うん、アジアの突破は今韓国だ。映画でもね、ドラマでもパワーといい、クオリティの高さといい、でそれにアジア映画として同じアジアとして世界にはまあこんだけ呼ばれてるんだから認められてるんだけど、日本映画だから日本で認められないと、日本で認められて世界は俺おまけだから、外国人の方が響いてるってこれだってアジアンテイストの世界観に昭和イズムを入れてるわけ、すごい意識してる。まあ、無駄なことにさ、無駄だって分かるってとも言ってたじゃん昭和、なんかエネルギーがあったし、やんなきゃとかチャンスもあったし、それもなんかもう行き過ぎちゃって今の世の中って飽和状態で、若い人も大変だと思うよ、この世の中に夢を見れなくなってきて、だからそういう人間たちはこの無駄なことに命をかけるっていうのとか、あと男は黙って札幌ビルじゃねえけど言い訳しねえじゃん。ではトレーナーのキャラをやっぱり俺抑えてやったのも、あまり喋らないのも、そういうのをイメージしてるから、だから同世代の男の人が見た時になんか自分の中にバッと忘れてたものがあるんじゃありませんかとか、そっちが男はこう燃え上がってくる男の人はいいし、女性はこういう男たちって今いないよねっていうさ、ロマンを持ってもらえるといいっていう。で売りはアクション映画、売りはアクションじゃないんだけど、くくりがアクション映画だから、どうしてもラスト23歩はこう伝説の数年はこれを超えるアクションが出てこないの、数十年はオーバーだから言わなかったけど、数年はね、だって全部吹き替えになるもん他がやった、役割としては何にも分けてない、分けてないですか、まあ、せいぜい違う職種って言ったら脚本だから、脚本で俺が具体的にどういうのをやりたいかっていうのを示さなきゃいけないから、あくまでも俺はテキストでもいいから、こういうことがやりたいんだって口では最初は言ってたけど、やっぱ活字にしないと具体的にみんなが分からない。まあでも最初初稿を見て監督はどうだった、はあ、
これ僕がやるんですよね。そうだ。もうちょっと待って、断る。いや、打ち合わせで聞いてたのの10倍すごいんですけど、ね、あの、ラスト数百人って書いてあるのは走ってるだけだから、あれ100人ぐらいでいいから、ね、数百人集めらんないし。これだって、終わってから監督にこれ、実際終わってみてどうよ、アクション監督っていうのだけで依頼してても、いやちょっと嫌でしたねって言ってた。それも監督、あいつ何監督もでしょ。その村監督のプレッシャーの方が俺は強かった。で、制作組織っていうのは俺予算もちょっと集めたし、そういうのもあって責任の取りどころっていうのははっきりしなきゃいけないし、うん、勝手に俺を引退させるとして違う人が最後のおもちゃって書いてあるけど、引退させる気か。これ多分ね、クレームだと思うよね。無茶ばっかり言いやがって。もう最後にしてくださいよの無茶だと思う。制作組織っていうの立場で一番俺が思ってたのは、監督を守らなきゃいけない。いろんな困難とかいろんなものが来るときに、監督に余計なものを背負わせず、俺がガードになって、あいつにはまっすぐ飛びことだけに集中してもらう。だから口出しもしてないし、一回だけしたと。それがな、うん、なんかとにかく盛り上げて、これを一人でも多くの人に見てもらうためだったら、やれることは、俺のやれることはやり尽くそうと。映画は劇場で見ろよ。ディズニーランドのアトラクションを VR で乗って楽しいか。ディズニーランドに行って乗るからいいんじゃない。なんかこう熱いもので、なんかこう日本映画の一個になって、あれ見た、あれすごいらしいなって、テレビスポット売ってるわけでもねえしね、テレビが入ってるわけじゃない、入ってたらこんなこと言いねえし、うん、だからないけども、そういう独立系みたいな映画がグーっていくさ、奇跡欲しいよね、うん、ちょっと、いや、変わるかもしれないですね、うん、変わるかなと思いますから、僕は変えてほしいし、そのためにみんなで応援し、力を貸してくれと。とにかく劇場に来させる。